さあ続いては MCA のサービスを真面目に爽やかになるべくカジュアルに紹介するコーナー栄養満です。今回は MCA の秋のイベントについて営業マンたちにいろいろと聞いてきました。どうぞ。はい、失礼します。はい、どうしたのかね。これ着てください。これじゃ失礼するよ。え、どうしたのかね、これにその君の服装は。この秋に行われるイベントについて課長にお話ししようと思いまして。お、はい、イベント、どんなイベントかね。マンボバス乳がん検診をショップチャンネルさんと協力してご加入者の50名様無料でご招待するイベントになります。ほう、 MCN はそんなこともやっとるのかね。はい、一人でも多くの女性に乳がんの早期発見早期治療を呼びかけたい、そんな思いからピンクリボンのイベントを実施してるんですよ。課長見てください。お、あ、こちら。はあ、これで呼びかけてるんだね。はい、うん、ひょっとしてこの背中もあるのかね。これはないです。ないのかねこれ。乳がんは本当に早期発見が大事だから、こういったイベントはいいね。平田君、気軽に検診受診できるとかですね、あと無料でラッキーとかですね、好評をいただいてます。それで開催日の10月15日土曜日なんですけど、社員の人手が足りなくてですね、課長はもちろん来てくださいますよね。はい、失礼します。はい、退場かね、いきなり。すいません。どうしたんだね、その格好は。今日はですね、この秋に行われるイベントについて課長にお話にやってまいりました。え、どんなイベントかね。2016年10月16日日曜日に MCN とジョイ FM が協力しまして、第4回 MCN 宮崎ケーブルテレビカップジョイ FM キッズサッカー大会2016を高岡交流プラザにて開催いたします。6歳以下の20チームに参加してもらって優勝を争うというイベントとなっております。こちらは8月中旬よりジョイ FM のホームページにて募集を開始いたします。 MCN も当日の模様を収録し放送する予定となっております。ほう、面白そうだね。過去の大会はどんな感じだったのかね。お子様たちはもちろんなんですが、応援するお父さんお母さんもかなり熱が入るイベントとなっております。もう家族一丸となって楽しめるんだね。そうですね。このイベントなんですが、準備運動としてマックン体操を踊ることになっておりまして、もちろん課長も来ていただけますよね。はい、どうも、座ってよろしいですか。どうぞどうぞ。これはこれはリアル課長、福島営業課長ではありませんか。ちょっと失礼するね。どうしたのかね、その格好は。今日はですね、この秋に行われる、おっと、イベントについて木村課長にもお知らせしなきゃというところで私派生参じました。どんなイベントなのかね。今年の2016年11月1日の火曜日に行われます。 MCN とチャンネル銀河が協力してメディキット県民文化センターの演劇ホール、こちらで行われる宇崎竜童アコースティックライブ、こちらにですね MCN のご加入者様を無料でご招待しようと、そういうイベントなんですよ。何でも福島課長は、はい、以前お会いしたことがあるそうだね。え、どんな方なんですか。そうですね、ものすごく男として魅力のある素晴らしい方です。君はこう影響されてるのかね。そうですね、普段からこの形でいつもやっているんですけど。いやいや、普段は一番爽やかじゃないかね。ところでですね、かなりカナリアボイスのボーカリストとして有名な木村課長、このイベント来てくれますよね。かなりかなりいやボイスが
い。失礼します。ジェローム・チャールズ・ホワイト・ジュニアと言います。よろしくお願いします。ジェロームさん、はい、一応聞きますけど、はい、乳がん検診、はい、ピンクリボン、はい、ジュニアサッカー、キッズサッカー、サッカーの審判、はい、そのまんま宇崎竜斗、はい、君は何なのかね。ジェローム・チャールズ・ホワイト・ジュニア、演歌歌手のジェローです。君はジェローかね。はい、あの帽子とこのヒップホップスタイルで、はい、演歌をいつも歌ってます。私もイベントの告知に参りまして。お、はい、どんなイベントかね。演歌男子ライブイン宮崎、日時が11月3日、場所がメディキット県民文化センター演劇ホールとなります。歌謡ポップスチャンネルで放送している演歌男子、イケメン演歌歌手のトークバラエティー、これがライブとして宮崎に飛び出してきたというようなイベントですね。しかも MCN 加入者様無料ご招待。この歌謡ポップスチャンネルといえばですね、一昨年の1月にあの山内圭介さんをご招待してカラオケ大会をあのサイトでやりましたよね。昨年の紅白に山内圭介さん初出場されてですね、まあ、あれは課長もしびれたんじゃないかなと。間近で見た歌手が年末の紅白に出る、これはもうものすごく貴重な体験だね。僕ジェロ自身はですね、2008年に、まあ、紅白出てるんですけど、うん、まあ、他の僕の友達の3組もですね紅白近いんで、そのあたりもちょっと期待して、ぜひ課長にも、ご覧いただきたいというところで来ていただけますよね。いやー、 MCN の20周年のイベント情報盛りだくさんだね。これいっぺんに入ってきてちょっと覚えきれないな。これチャンネルガイドを見てまた詳しくチェックしないとね。開局20周年イベントも盛りだくさん、皆さんぜひご応募ください。はい、ということでした、かきどうでした。いや、 MCN の営業マンの方たち頑張ってますね。もう体の張り感がもう頼もしい。すごいですよね。頑張ってる。今回平田さん、うん、稲本さん、うん、福島リアル課長、はい、そして林田さんと皆さんね、もうなんて言うんですか、もうイベント体当たり演技、そう、体で表してましたもんね。素晴らしい。しかもね、ちゃんと頭に入れてくるんですよ、全部。大したもんですよ。すごい。課長と、特命課長とはまた一味違う、ね、僕のカンペだよりですから。佐藤君どうでした。いや、本当にすごい体を張って、やってるのか、やらされてるのか、どっちなのかな。そこはね、もう謎やね。でもイベントいっぱいでいいですよ。そうなんですよ。僕、演歌のやつめっちゃ気になるんですけど、昨年も絡んでもらうね。ケイちゃんでしょ。ケイ、はい、ちゃん、慣れ慣れしい。ケイちゃんっていう、まあいいね、やりましたもん、僕一緒に。なんか見てたら、6人組ぐらいの男の人いたじゃないですか。演歌のグループなんですかね、EXILE みたいな。それはもう自分で見に行ってた。だからすごい気になるなと思って、はい。まあ、本当 MCN はいろんなイベントをやってますのでね、休日出勤、休日出勤もう俺ないよ休みこれ。ね、バンバン入ってるから。まあ、詳しくはチャンネルガイドなどでね、はい、皆さんお楽し、確認していただきたいと思いますけれども、もう営業マンの皆さんも営業先とかでね、いろんな方に聞かれて、ああいったやっぱその加入者の方に喜んでいただきたいという一心ですよね。ぜひ皆さんもね、イベントなど足をお運びください、はい。さあ、続いてはお部屋にケーブルテレビ、ケーブルインターネットが無料でついている追徴ルームのご紹介です。今回は有限会社古屋ホーム、こちらの物件をご紹介します。1軒目は宮崎市佐土原町にあるフェリアガーデン。ペットと暮らせる物件でケーブルテレビ無料見放題、間取りは 2DK です。敷金なし、礼金 1.5ヶ月、家賃は4万3000円です。2軒目も宮崎市佐土原町にあるサンルージュ。ケーブルテレビ無料見放題の物件で、間取りはワンルーム、スーパーが徒歩圏内にある物件です。敷金なし、礼金1ヶ月、家賃は4万3000円です。
詳しくは有限会社古谷ホーム電話0985-737348までお問い合わせください。はい、以上営業マンのコーナーでした。